文化放送から生放送でお送りしております。田村敦淳のニュースクラブ。ここからはゲストコーナー、今週のすごい人。本日のゲストは元作家日本代表のラモスルイさんです。よろしくお願いします。いや、よろしくお願いします。お願いします。ほっとしてます。日本が勝った状態でラモスさんを。<laughs> お呼びできて、はい、でこっからの日本代表について話が聞けるってまあこんな贅沢な放送になるとはねいやいやとんでもないです声かけていただいてありがとうございますいいよろしくお願いします、うん、よろしくお願いしますでは改めてですがラモスルイさんのプロフィールの紹介下、はい、田さんお願いしますいやいやはいラモスルイさんは千九百七十七年に来日し読売サッカークラブでプレイ J リーグではベルディー川崎で1993年94年にリーグ優勝を果たします日本代表としては1990年からプレー背番号10を背負いワールドカップアメリカ大会のアジア最終予選でもチームを牽引ドーハの悲劇も経験しました現役引退後はビーチサッカー日本代表の監督として指揮を取り FIFA ビーチサッカーワールドカップ4位ベスト8にも 二度導く成績を収めます。J リーグクラブ東京ベルディ一九六九あせ千九百六十九 FC 岐阜で監督 FC 今治東京ベルディのアドバイザーテクニカルディ,レディレクターを務めていらっしゃいます。二千十八年日本サッカー電動入りを果たします。現在は競技活動以外にもパラ応援大使やコメンテータータレント教育など。 さまざまな分野でご活躍いらしていらっしゃいます。さあというラモンさんですけども、はいはい、まずそのい,いろんな質問多分い,いろんな人からラモンさん聞かれると思うんですけども、<laughs> はいはい、グループ E っていうメンツがこう決まった時にラモンさんってどういうふうに感じて,てますか、まあ最初始まる前にすごいよね C のグループって言われたし、うん、難しいまあワールドカップもアジア予選からでもやっぱり。 楽なしちゃいないですね。うん、あ、難しいグループ入ったのかなと思いましたけど、でも一発勝負何が起きるかわかんないから。うん、まあ、非常にもう嬉しかったですよね。<ー>特にドイツに勝ってから。あ,<ー><う>あのドイツ戦はどう見てたんですか。もうなんかチームとしては。やりたいことをやって勝利に導けた感じなんですか。な気がします。あの、特に後半狙いがまあ。まあ、最悪の場合は、まあ1、一ゼロ一点入れてもいいんじゃないかな。 ずぐ,ぐらいな気持ちで取られてもいいぐらいの一点一点一点だけね。うんうん、まあそれそこからば後半あたりでまあ攻撃的なシステムで変えたら、うん、まあ変えるんじゃ変えられるんじゃないかなと思いまして。<ー>まあそこ多分ドイツのまあ分析は知ってると思うんだけどね。驚いたんじゃないかなと一気にあのあ日本がこんなプレーしてくるのかっていう,うあ一瞬まあ。 迷ったと思いますよね。あの日本が、これ、いう仕掛け方してくるんだっていう。五人を変える、ほぼ攻撃の選手<人>。そうね。今までの日本だと、ないですよね。ああないですよ。初めて、だから。どんなに分ンセされても、試合の前に分ンセされても、まさか。あのタイミングで。あ,あの。カード切れるのかな、うん、監督切れると。多分、予測はしなかったと思います。だから、まあ、面食らってる感じはあるんですね。はいはい、うーん。 で、その第2戦のコスタリカ戦はいかがですかそうですすそうね、ああの、まあ、自分個人でね、うん、あの後半、うん、あのドイツ戦の後半できたっていうのは、まあ最初からプレッシャーでいったらいくら向こうが引いてても、うん、まあボールを蹴らせれば自分たちまだ保守すればいいのかなと感じだったんだけど、うん、なんか慎重すぎたんだね、入り方が。はえーはい な気がします<ー> 1> 1戦目と比べてぎ<あ>ぎたす慎重すぎた<ー>それどんどんあの向こうの,あのデ・ペインダがちょっと後ろ下がり過ぎちゃって、うん、守り過ぎちゃって入っちゃってなかなか裏のスペースに与えてくれなくて、うん、そこちょっとこ苦労苦労したな日本がね。<ー>まあ途中で多分これ破れないんだったら、まあ、三笘も出して伊藤、うん、も入れて。 まあ途中でそこが私は分からないけどテレビの画面でが見てると、うん、まあ監督の采配ちょっと何人か選手の顔見てると、うん、ちょっとずれてるところあるんじゃないかなと、えー、まあ例えば途中で、うん、結構かたかあの,デフンあの守備がすごい硬くてまあゼロ,ゼロでいいんじゃないかなっていう感じが取ったんじゃないか。 1ポイントだけ取れば最後のスペインが引き分けでもいけるなっていう感じだったからね。うん、なるほど引き分けで勝ち点1が欲しかったと。でも選手たちが途中で行きたかったんじゃないかな行けるんじゃないか特,特にミットマンが、うん。 もう最初生か,かしてくれと。ああああそしたら勝てるかもしれないけど、でも采配としてはいちいちでいいんだっていう采配になってたってこところ。ちょっとわかんない。勝手に思ってたんですねああ。<laughs> <laughs> さあ、まあちょっとこの後またスペイン戦と森リさんとラモスさんとの関係などでこの後二次代に向かっていきたいと思います。皆さんから質問も待ちしてます。いやいやメールアドレスはアルファベットすべて小文字でニュースクラブアットマーク jyqr ドットネット。 ワックス番号はゼロ三、五四ゼロ三、一一五一、あなたからのご意見お待ちしています。ではラモスさん。はい、えっとリクエスト曲いただきたい。んですは,いはい、何にしましょうか。そうですね。エクザルの、ただ会いたくて。これ選んだ理由は。いや、僕も、仲いいし、事務所と一緒だし。うんまあ、向こうは大成やっぱりね。ただ、私すごく仲良くて、あ、通信、うん、もすごい作家が好きで。うん、この曲がやっぱり思い出があるからね。なるほど。ああ では皆さんお聞きください FM916 AM1134 ラジコでも聞けます文化放送田村敦史のニュースクラブゲスト元サッカー日本代表ラムスルイさんとお送りしております、はい、メールご紹介します星垣ばあちゃんさんですサッカーを見始めたばかりの70代です質問ですゴールを決めた人が芝生に星座みたいなポーズで滑るシーンをよく見るんですが膝は熱くないんですか <laughs> 若いお兄さんたちが膝こぞやけどしないかヒヤヒヤしながら見ています、七十 <laughs> 歳のゴール決めた <laughs> 初めて見た人がね、そうですね。すその疑問があるのはなんとなくわかります。<laughs> <laughs> いや多分あの芝生が結構深くて、<laughs> うん、あのピーチも。 水まいているから、滑りやすくなってるんですよ。へえ。あ、じゃ、そんな、気にするほどの摩擦が起きることはな。いんです。あ、違う、違う、違う、で、ならない。だったら、多分やってない。そうですね。確かにね。でも、初めて見る人がいるぐらい、今回の、日本の代表の戦いが良かったってことでしょうね。嬉しいですよね。見ていただいている。うありがとうございます。七十歳の方、あの、やけどの心配はないそうなので、いろいろそのシーンね。 これからも出てくると思うんですがご心配なくということです真似 <laughs> だ,、ま、だけしないでください <laughs> <laughs> ということでニュースの後もお願いします、はい、田村敦のニュースクラブ今週のすごい人今日はゲストに元サッカー日本代表のラモスルイさんをお迎えしておりますさあここからラモスさんにはですね、うんはい、あのー。<laughs> 先日の <laughs> スペイン戦についてもね <laughs>、はい、お聞きしたいなと思うんですが、まあ、1戦目ドイツあの、はい、勝って、はい、2>, 2戦目コスタリカに負けて,負けてしまってはい、はい、で3戦目スペイン戦振り返って、はい、勝つしかないっていうそう,、ね、いやそうですよね多分そこで引き分けでも許さなかったんじゃないかなっていう うん、その状況の中では、ま選手たちがようやってくれましたね。ああ、ラモスさん、どこでこう完成して。テレビ局で。あ、テレビ局で。はい。あ、じゃ、解説しながらですか。ニュースのために、ちょっと見ながら。なるほど、なるほど。後でニュース流すために、その。フケだけ取って。あの福田君と一緒に。あ、福田さんと一緒に。うわ。そう、もう人。 朝4時でしたたけどやっっぱものすごい面白かまあそうですね,ですねまあそこもね、うん、先に1点取られてさ、うん、雰囲気がどうだなとか思いましたけど、うん、まあ我々はね、あのー、特に OB 森保のことをよくしてる人が選手たちが信じてたからね、うん、なんか。 起こしてくれるかなっていう感じがしましたけど一緒に戦ってたメンバーですからね森保監督は、ね、むしろちょっと笑顔というか,、うん、なんか安心して見守ってるような感じでしたよね一つが言えるのはまあ贅沢かもしれない早い時間で手点取られたから、うん、よかったんですすごいそのプレッシャーがその緊張感がフわッとなんか。うんうん けじゃないあの点を取られたところでそうすると攻めるしかない勝つしかないですよそうすると肩の重みさがプレッシャーが折りた時がそれぞれの自分たちの力が発揮できるんじゃないかなっていう逆に早く1点取られたことがいいように転がったんだな気がする私あれギリギリ四十分だから前半の40分ぐらいだったらちょっと嫌ですもんね。 11分<ー>前半11分に決められてるんで、まあうん、80分ぐらいは残ってたわけです、ね、だからもうその80分も,、うん、もう勝ちにはいってるんだけどよりもスピッチの選手たちは行くしかないっていう気持ちで一つになれるってことですねそうです結局そのハーフタイムまで時間はちょっとありまして30分以上あって、うん、ハーフタイムまで監督さんの指示を。 その改善するところ待っていないで選手たちピッチの中で改善していかなきゃならないんですよねそれ時間ちょっとあったからすごい良かったんじゃないかなそうすると監督の目線でピッチの中の選手たちの目線でハーフタイムの時にそんな時間がなくてもパッ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 と話ができたんじゃないかなってまたあれ戦術って前半と後半でもう後半はさらにまた攻めるパターンになってるんですよね。 230で負けてみちゼロでも同じなもんでもん、うん、まずとにかく1点引き分けでもいいなっていう感じでそうするとやっぱり攻撃的な戦術でいくしかないなと思いましたね、はい、<ー>だかよくはそこでまた攻め,また攻めにこれって事前にラモスさんとかにはこんな感じでいこうと思うみたいなのって話してるんですかなんか 情報だと11月に森保監督をこう激励するためにラモスさんとカズさんと武田さんで食事会開いてると <laughs>、はい、めちゃめちゃ贅沢な会よあその時結構マスコミとか日本の中に結構、はい、まあ批判を受けてたんですよね、まあ、森保辞めさせるとかさ、えーまあ、そうすると私たちはやっぱりもう教会と同じスタ、まあ、会長としてはやっぱり信じて、うん、森保信じてたし選手たちもやってる今この4年間。 突き上げてくれたことが間違えてないのかなと、うん、たまたまあのアザイ予選の時あまりうまくいかなかったの、うん、そのその時がちょうどね、うん、サウジ行く前ですあそこで万が一サウジで負けた場合がね<ー>多分とんでもないことになったんじゃないか今考えてみるとねあ振り返るとねそ,うその時は守屋さんは自分でまあほとんど坂の話が本当に してないですか。五分か十分で終わり。ーカーズもその時忙しくて、<ー>森リもそんな時間がないから一時間でお願いしまっていったら三時間ずっとみんなが話してたら。<laughs> <laughs> 止まんなくなって。止まらなくなって面白い。まあ、で三<も>時間話してもサッカー以外の話の。以外の話。へえ。キラに。<ー> ああ、リラックスさせるために。うう監督の立場で、結構ちょっと胸熱くなるじゃんね、この四人がいるっていうのがね。結局言ってうまくいったんじゃん、カット。私たちの影だね。盛り合わリラックスできて。そう。まあ、そうい予選はね、入りましたからね。そうね、その後ね。食事の後に。うすごい。がいじゃないですか。まあ、逆にサッカーの話しない。 っていう方が森リ監督も超リラックスできたんでしょうね。いうま、狙いがそこだったんですよね。なるほど。楽させて、はい、自信持たせて。そういう時って竹田さんってだちゃんとこう <laughs> ちゃんとメッセージ伝えられてるんですか？全然 <laughs> <laughs> ほとんど数と <laughs> 私とでも勝った系だかそれが考えてくれたんですよね。指揮集めてくれたのが竹田さんあ田はい、わなん。 結構明るくて言ってくれたからさ。無駄、うんまあ、メーカーですもんね。竹下、まあうん、さ真面目にできないな。の真面目なことも言わない方がいいよ。<laughs> カーズに任せた方がいい。<laughs> なるほど <laughs>、うん。支払いはちなみに誰だったんですか。あ、そういう時ね、うん。どうだったのかな。ま、割り勘になるものなかこのメンバーメン。カーズ私だ下竹下で払ったのかな。すげえ。 お兄ちゃんの二人ですね斎藤コーチも、ね、あの私たちも仲良くて、うん、あの森保の右腕で、うん、で私たちは腹たない。 そんな話も聞けんだよ。そうそうそう。やっぱみ招待してる。そうね。二人は送り出したい。後輩だし。やっぱそれ出させないですよね。でもこれで突破したら、終わってもらう。もっと高いところで。いろいろ聞かせてもらいます。ちなみにですけど、まあ、やっぱりラモスさんとか、カズさんとか、まあ、武田さんとか、まあ、強烈なキャラクターの中では。森保さん、まあ。 地味なキャラクターーののイメージでした選手の時は実際どんな方なんですか、うん、まあ誠実であの頭いい人だし優しくてどうとにあ、まあ、台本の時から,から見てるとチームのためだったら友のためだったら偽善になってもいいんですよっていう方だなすごい思いやりがあってすごいだそこを多分広島とオフトンと一緒にやって、うん、プレイヤーだけじゃなくてそういう。 気持ちのある選手がやっぱり、必要、必要としたんじゃないかなと。森保のことで。うんうん、すごい優しくて、うん、頭も切れるし。なるほど。うん、実際、オフトさんが日本代表に、まあ、森保さんを引っ張って。当時誰だ、誰が、はい、森保ってぐらいの、まあ、そういう報道もされたっていう。そうですよね。はいうん、私も最初、ええー、と思いましたけどね。うん、でも、一緒にやってて、あ、なるほどね、この。うん、まあ、今でいうと、今の、まあ、日本の心臓ってより。 私の中では遠藤選手みたいなもっ素早く速くアプローチがいてボール取りに行くんです一 1>,、えー、1対1ものすごい強いし、うん、あとシンプルでやるんですよね本当ににに私のためにと吉野のたたためめやってくれてたんです、うん、あそこまで私も,もう36歳だったからな暑くて暑くて、うん、そこまでできたのはやっぱり森安のおかげだなと、うん、言ってもおかしくない、まあ、全体ね、うん、の全員のおかげだけど特に森安が中盤で。 ラモちょっと前出てもいいよ私こっちやるからそう吉田選手と言ってくれたからへえあならラモスさんが前で自由にできるはい私に負担かからないように下がらなくてもディフェンダーしなくてもいいぐらいな考えてくれたんですよ吉田選手としてそういうつながりがあってで今監督になってこうねいろんな思いがラモスさんにもあるでしょうけどやっぱねこう新しい壁をね 増えてほしいっていうところある、はい。いや、ね、ありますよね。私歴史作ってほしいです。まあそれ2010年から岡田さんはね、あの近い将来にビストフォイ行こうよと。うん、私の中でビストフォイ行ったら継承の可能性が大きいです。うん、勢いあるから。う,ね、う,うん。そうそこまで行くとね。だからそこから10年ね12年ぐらい経っているからここが神様私たちが 借りがあるんじゃないかな。ドーハの時、ここで返してくれます。ね、ドーハの悲劇って言われてたのが、このドーハの歓喜に変わったっていうところは、やっぱ。ドーハの悲劇を、こう味わってる人たちは、やっぱ、そいろんな思いあるでしょ実際、ね、守屋さんも、最後引き分けたら。決勝ターレス、チーズがなくなっちゃうっていうラスト一分ぐらいで、ドーハは。 よぎらなかったんですかって言うといやよぎったっていう、うん、でも選手たちがこう前にボールを運んでる前向きに戦ってる姿を見た時代は変わったんだなっていうコメントですランスさんはどんな風にご覧になってますたランボさんは最大なのかっていうドの今のこの前の試合もね最後の一本か五本でもありればね手取りに行くその姿勢がやっぱりは、うん 我々はドーハでいろんなまあ確かにドーハの時もう時間がなかったんですけどね、うん、2>, まあ2 3秒しかなくて、ね、でもそこが多分森保がそのドーハの経験でここ選手たちあと選手たちもねもうすごいたくましくなってるしうもうその海外でプレーが多いですもんね経験してる人がそれが見ててもやっぱり、ね、その我々はもうサッカーだけじゃなく今の日本国民の言えるのはやっぱり。 この森保大法が私たち伝えたいのは、うん、我々の日本人その粘りとかさ絶対諦めないっていうか、うん、どこ行ってしまったのかなとか今すぐ仕事が辞めてしまうし、うん、面倒くさいことをやりたくないとかさうん、うん、まあ夢が叶えるためにそんなに努力しなくてもいいのかと今回の大法がさ最後まで諦めずに戦ってくれてるじゃないけどその姿勢がない。 自分たち信じて、できるぞ、うん、できる、最後まで、まあ、いろんな意味で。改めて私たちに、まあ、私にちょっと。思い出させてくれてるのかな。そう,ね、そういうメッセージも投げてるってことですよね。な気がします。うん、いや、確かに。<ー>だって、ここまで行くって、正直、僕は。はいはい、まあ、勝ってほしいという思いはあるけど、はい、こんなに躍進すると思わなかったし。 なんかこんなにここ、うん、見てて心強い感じがすごいするんですよね。そうそうで,すねでも通さんだけじゃなくて私たちも OB でも,もう本当に同じ気持ちですよ。<ー>なんとかして上,上勝っていってほしいんだけど、うん、ただ C のグループは間違いないなですよね、うん、ただど負けるんだったら堂々にこれからの日本の将来のためでも日本のその強さがその粘りが強いのが見せてほしかったのも、うんうんね、それ以外の経過で。 今、出してくれてるから、すごいなと。うん、<laughs> ってなると、次のね、ベスト十六から、ベストエイトにっていうとこですけど。どういうところ。いやいや、それ <laughs>、当然いきますよい行きますよ。当然行ってもらわないとってことですけど。っ勝ったら、一個でしょドーハに。 俺は行きたいですよ。じゃ勝ったらちょっと交渉します。文化放送に。もちろん。その時ラモさんも一緒に行ってくれます？うん喜んでここまでね。仲そうだラモいやここまで私は全然あの。いいですか？ここまで使います。スタジアムまでは行きますけど試合見ない。試合見ない。行くのに。行く。もうやっぱりもうドキドキしちゃう。ジップ。 自分で出た方がいいんですよね。見る方がやっぱり辛いんですよ。っやっぱりあそこに立ちたいとかって思いが出てきちゃうん,だう出てくるんです。後輩たち一生懸命頑張ったす姿自分で何もできないの応援だけできるのは辛いんですよは、えーで。見ない方がいいんですよ。そうなんだ。今テレビでも今回も仕事であのテレビ局で見させてもらった。大体、うん、日本代表の人一人しか見ないですよ。<ー>誰も邪魔してほしくない。

そっか、集中してみたいんだ。み <laughs> たいに応援したいんですよ。もう、いやいや、えー、汗かくかくですよ。ずっと捨てられ、あの、腐ってられないんですよ。あ、じゃ、見ながらも動き回ってんの。の家で、家の時はもう。ええ<ー>、もう,もう。<laughs> どう <laughs> すっげえ。四十五分ぐらいで。四十五分、<laughs> <う>俺はソファでゆったりと、見ますけど。そうじゃないですね、<laughs> ラモ子さんは。だって。<laughs> 教科の時も立って、うん、あ一緒にね当、ね、たり前じゃないですかそっかそこから始まるんですいやちょっと私も、うん、あの次の次の完成の時にはちゃんと胸に手を当てて<う>、はい、一緒の気持ちになりたいと思いますと気持ちが一緒にやっぱり結局は現地のサポートの皆さんの力がすごいと思いますけど、うん、まあ中も私も言った人間の中で言えるのはやっぱりテレビの画面からパをクってるとさ、うん 伝えるって伝わる伝わるんですよ伝わるすごくだから信じて応援してほしいですどんなことあっても最後の最後まで今の三笘みたいにそうねギリギリのギリギリ足が長くてよかったねあれは諦めない姿勢ですよねスペインンののディフェダー人ととかかちょっなん <laughs> あもうゴール割ったあのライン割ったみたいな感じでねちょっとその通り動きが止まった感じありましたもんね <laughs> <まる> <laughs> あれはだから諦めない日本の選手が選手田中さんも入ってきましたもんね俺もでもよくポストにも当たらず中に戻りましたよね,ね,こね神様見てるんですよ今味方になって日本にねあの時はね。 神様ちょっとお昼寝してたから <laughs> <laughs>、ね、今回がちゃん <laughs> ドーハの時、ね、どうなの今ちゃんと見てくれてるんみんな4年間がもうすんごい真面目にいろんな嫌な思いがあってみんながそれ乗り越えてここまで来たっていうよ、ね、うんうんうん、なつかみさんが街でねあのプレイヤーが憐われてるんだからよくそこも田中信じてて走ってくれたんです、ねうん、やっぱり諦めないっていうことですどんなことに関して。 うん、自分の夢とか自分の目標が達すためにやっぱり努力ですよ、うん、努力うそつかないし、うん、やっぱりその信じてやれるのは今回のあのプレイヤーがすべてだったのかなと。ねえ はいや、勇気づけられます、なんか質問が届いて。んですか、うん、はい、こちら。さんクワはい、こちら。エドガーの方ですね。まあ、ドーハからドーハへっていう意味もあると思うんですけど。マ、まあ、ラモスが日本代表の時の感じと、今の日本代表の感じ。まあ、何が違うと思いますか。まあ、すごいざっくりとしてそうでりす、な、何が違うって名前は。すべてが違います。まず、私たちの当時が、あの。言い訳ならないけど、あの。負けたのは、力がないから。から負けたと思いますけど、あの。経験いなかったんですよ。うんうん、あの当時、日本代表が。 クラブチームで試合してるんですよ。キリンカップが、うん、ブラジルの有名なクラブだ。どあのイギリスとか、アルジンチナとか。うん、あの、あの後に、みんなが海外出るようになって、うん、日本代表も。いろんな国の代表同士で試合を行われる、うん、やるようにな。っその経験がやっぱり。大きいですよね。うん、なるほどね。いや、私たち全く。なくて、うん、プラスが、あの当時が二チームです。うん、あと。 セントラ欲し式やったんです、うん、あの時が本当にシンガポールやる予定だったんですよ、うん、ちょっとに持ってかれたんですんあそこシンガポールだったら私は100%私たて言ってるよてはい、えー。そうですよねその次多分ホームアウイだったらあの時2チームですよなるほどね今4.5ですよじゃあお願いしますよ <laughs> 思い出させないでくれる <laughs> <私>よぎるのね <laughs> まあそういうのをね言えるんですよね、うんうん、私たちもあちこちからなかったかもしれないけど今違うのあれはあれでね国民が一つになったすごい,い,い大会だったと思いますけどでもあの歴史があるから僕育ってるんだと思いますようあのドーハの悲劇の時に生まれた選手たちが今ピッチでねいいいこと言いますね <laughs> いやいやだからすごいちゃんとつながってるんだと思います,ますあの日本ののサッカーの歴史 違うプラス30人でまたドーハですよ、うん、そこのピッチの中に森安がいたっていうのは今仕切ってるっていうことが、うん、あと俺ねラモンスさんとかカズさんとかも、まあ、あの時のサッカーをやってた人たちみんながなんかの、うん、の乗り移ってるようにも思えるんですよね。どうしても、うん 日本のサッカーを何とかしなきゃいけないっていう思いはねありますよ、うん、ありますよいや<ー>だからそれを踏まえて次のねあのー、アア本戦<選>ど、うん、どのあたり注目して見ればいいですかいや今、まあ、今回はねあのあのあれですね延長戦とピケ戦あるんですよね、うん、そのその時のまあカウンこのその角の切れ方のタイミングだ なるほど。うん、まあどう,どうしようか悩,自分で悩んでるんですあの最初から、うん、あの高い位置でボールどんどんプレッシャーで速いプレッシャーで行くのか、うんだね、引,引くとあまり良くないんですよね。引きすぎるとね。引きすぎるとちょっとあんまりスペースを与えたりすると、うん、ボール持たせるのはちょっと。 相手はもう賢いやっぱ坂の運びがやっぱりもうすごい上手だし、うん、日本下手するとあまりボール持たせると走らせて私たちは、うん、走らせると後半が一気に落ちるんじゃないかなかフィジカル落ちるんじゃないかな、うん、それを計算しながらいや私の中でも絶対監督選手たち信じてるから絶対勝つと思ってます、うん、どういう形でもただ今回がね負けたら終わりだからね。 プラスが延長あるっていうのは、うん、その前のワールドカップにコロッチャが PK 戦で確かにね、まし、こ覚えてないけど、二回ぐらい多分勝ってるんですよ。うん、延長もゼロゼロで PK で勝ってるんですよ。その戦いが分かってるんですよ彼らね。うん、今の PK で勝てば結局上がっていくからね。上がっていくんす。うんうん、それはサインになったんですよね。な気がします。なるほど。確かに延長戦が二回かに。 参加からやってたんですよね。今の<ー>我々はそんな経験いないんですよね。延長の経験だからそこはあれですよね。南アフリカの時のベスト十六のパラグアイで PK で負けちゃったんですよね。うん、ね今回そのドイツと戦った時もえっとスペインと戦った時も前半戦後ろ五人いてディメンタが五枚あってで。 後半戦からその5枚のところが前にサイドが前に行くようになったじゃないですか、はいはい、でその作戦ビタッとはまったと思うんですけどはいはいはそのとりですよ<こ>、はい、クロアチアは今度それを日本はやってくるんじゃないかとまた対策そうですよ間違いないね<え>今の日本の勝ちパターンがあるからそうです多分彼らが改めて3試合とも日本の分析してると思うんですようん、うん、ドイツ戦とコスタリカとかそういうの。 だそこ考えると、まあ、森保もある程度が怖がらない、うん、怖,怖がらないで恐れることない,とないんだけど、うん、ちょっと慎重さがやっぱりちょっと今必要だなと、うん、前半ぐらいは、うん、ただやっぱり攻めなきゃいけないんだよね相手も私たちの武器がちょっと一回、うん、ビビらせないと、うん、だから前半のどこのタイミングで、うん、やっぱり同じメインバーでも あのシステム変更とかさ高い位置でボール取りに行くときにラインを上げて、うんうん、攻めるところがその時間タイミングが必要になってくるんじゃないかなって予測してますけどね今回などそれの駆け引きの時間がどこかってことですよねそう,そうです<ー>そこが読みどころじゃないかななるほど森安さんがどこで仕掛けるか仕掛けるのか、うん、いやーすごい逆に <laughs>、ね、私はそこの方がまあ選手たちもプレイヤーもそうだけど。 今回の森安のその采配がすごい興味があるんですよなるほどねスタートからねすべてスタートからどういうシステムでいくのかどういうメイマーでいくのかな九十分で切るのか延長も考えてカードを残しとくのかでも楽しいねもちろんね、やっぱ延長もあとかで頭の中にないといけないと思いますがそこに持っていかないようにどうするのかなって 延長に持っていかないようにもう前後半だけでピシャッとね、うん、勝ちに持っていくための作戦を取るのか。 ランモさんがね隣にいて <laughs> 見れると贅沢なんですけどいやいやランモさんは一人で見たいと思う何か言うと睨まれそういや,いや一緒に見ますよ <laughs> いやでも今回ほん、まあ例えば二人ぐらいだったらさ、うん、なんとか三四人ぐらい絶対言うんですよ、うん、今そこじゃないや。よ、まあ、今一生懸命考えていや俺もランモさんと二人っきり見たらめっちゃ緊張する <laughs> <laughs> 試合見れれなななくるかもしいいやいやそのことないとちょっとビール飲みながらリラックスしながらリラックスしながらいやみんな一生懸命戦ってるのビール後だビール後、だそうねビールだ勝った後とにもう大変だもうお店4時まであげる6時まであげといて麻布地場で直すね宿題上げたいですね 彼らが頑張って、頑張ってる姿を見てると、もう拍手を送りたいんですよね。本当に、もうね、すごい立派ですよ。うん、立派です。今、ブラジルの記者たちとか、ポルトガルの記者たちがいろいろ聞いてると、やっぱり日本の素晴らしさが、その粘りがとかさ、諦めない暮らしが、世界のものですかすごいです<ー>認めてるんです、うん、ただ、自分勝手にさ、いろいろ面白いのある。<laughs> あの、ポルトガル見ててさ、はい、昨日、ポルトガルの韓国船が。あ 負けたんですね、うんまあ、ポルルトガルがで,でもそこでね分かんないけどねポルトガルもしかしたらブラジル当たりたくなかったんじゃないかな <laughs> だって途中でねなるほど途中で結果がベンチが効いた時に、うん、結構慌てたんですよ。へえ、うん、それ以上点取られると<ー><自>そっかいきなりあの本戦の1試合目で当たっちゃうから、ね、当たっちゃうんです確かに ブラジル違う方に入っちゃうと決勝まで当たらないですもんねポイントがあるなるほどね。そうです。もうでもまあ強いチームはその駆け引きがあってもおかしくないですよね。でも日本はその余裕がなくて別にその小までやらなくても強いから自信持ってクラッチャに勝ってブラジルも勝ってあの黄色い軍団に勝って追い出せまだ韓国ブラジルがどっちかわからないけどね。わからないわからないけどでも私がまあ二つ今回がね昔から私がね どっかのタイミングであのワールドカップに2冠が見たくてしょうがないですうわーそれは熱いなブラジルが韓国に負けてで,で日,本って日本がクロアチアに勝って日韓戦は熱いね、うん、いすごいっす。あともう一つ自分で聞かしてから、うん、まあビッツサーカーやっててもフトサルでもどっかでいつかブラジルに勝って痛い目 合わせたいなって。今でも。俺元気でできなかったことが、今後輩たちやってもらいたい。ブラジルをやっつけたい。めちゃくちゃ。だからまあ、まずはクロアチアに勝って。もう韓国であろうが、ブラジルであろうが。ラモンさんが見たいカードには。なるんそこまた、か、また、勝つんです。そこで勝ったら、また。また次のね、試合に。応援はもう、ここに全集中すると思いますけど。まず。 フラッチャ戦、皆さんぜひ応援してください。いや、もう本当に贅沢なね、こう、解説をしていただいて、ありがとうございます。今度が高まりましたよ。いやいや、興奮しちゃうと声がでかくなる。すみませんでした。そんなしゃべり。島田さんもね、ここまではあんまり見てないってことでしたけど、ラモスさんのこの熱いね。その思いを聞いたら、どうですか、次の試合。 いや、もうぜひ、見たくなりました。一緒にね、応援しましょう。十二時ですからね、夜ね。まさに、四時じゃない。にもなりましたから。かって、六本木消えるんじゃないですか。ラムさん探しますよ、六本木。電話します。 <laughs> ということでラモさん、はい、あのー、素敵な解説ありがとうございました。さ皆さんもね一緒にあのー、次の試合応援していただけたらなと思います。では最後にリクエスト曲いただいてお別れですが何にしましょうか。はい、そうですよ。玉子さんのメロディーです。これ選んださい、まあ。あの彼も仲良くてあと彼の声がやっぱり松寿司と松寿司と一緒まあ本間、まあ、に惚れてるんですよ。あら、うん。出会った時からずっと私もカラオケで。えー 歌ってる歌なんですねすなるほどでは皆さんお聞きください兄貴,兄貴元サッカー日本代表ラモスルイさんでしたありがとうございましたありがとうございました東京浜松町文化放送のスタジオから生放送でお送りしております田村敦史のニュースクラブここからはメールコーナー敦史の部活です今日のテーマこちら敦史さんに伝えたいサッカーはここが面白い山魂はラモスさんから注入されましたからねそうね、はい、だでも俺も砂ちゃんも ラモスさんにいろいろと仕掛けたかったけど怒られたくなっから控えたってねポリッピー渡そうとしたんでしょちょっと会話が止まった時にポリッピー渡してどうぞって言おうかなと思いましたけどちょっと俺は日本にはバンテリンあるよってなんとか引き出したかったんですけどちょっと引き出せなかったです熱い思いに今ふざけたらめちゃめちゃ怒られるなってちゃんとサッカーの話だけねできてよかったですねでは えー、山梨県ラジオネームたまご大好きさん、皆様、こんにちは,こんにちは冒頭ででんろくさんの話題がありましたが<る>僕はコーンポタージーが食べてみたいです、はい、さて、サッカーの楽しみ方ですが優勝賞金が今年は約58億円準優勝で42億円たとえ一時リーグで敗退しても12億円もらえます。少しししはワクワククてもらえましたかえ チームがもらえるの。一応もらえるんです。一応<ー><あ>賞金があるんですよ。<ー>え、一時リーグ敗退でも十二億円って。もう多分出場したっていうボーナスじゃないですかね。うん、じゃあ本戦に行ったらいくらですか。書いてないです。でもやっぱっもらえるんでしょう、ね。上がるんでしょうね。<ー>優勝、準優勝、三<ー>位とランキングはあったと思いますよ。ちょっと細かい値段が。ワクワクしてきた。はい。<laughs> もらえないですよ。<laughs> <laughs> 下田さんのところには入ってこないとは思いますけどね続いてこれ別の方のメールですけど書いてましたねそのお値段ですけど、えー、8強の場合が23億8千万円、うん、16強で18億2千万円、うん、らしいですで1次リーグで敗退した場合でも12億6千万円ですね3位が37億。うん 2位が42億、1位が58億、4位が35億、まあちょっとずつこう,う数億円ずつで刻んでるんでしょうね。教会に入るんですか。まあ一応教会に入って、まあ代表チームに入って、うん、選手一応選手たちに、ね、なるほどね。うんうん、まあとにかくもう上に上にですよね。あちなみに、えー、山梨の青空ペダルさんからいただいたメールでございました。あり,ありがとうございました。 さあ続いてこちらです、えー、山梨県ラジオネームふんどしを履いた猫さん、うん、男性の方です。えー、今回ドイツ戦を後半10分まで見て寝落ち、うん、コスタリカ戦はラジオスペインはラジオで聞くつもりでしたが寝過ごしましたテレビで見るなら音を消し自分で見たままで判断。 時間があるなら録画して見直し自分が見て感じたことと実況の違いを楽しむっていうのもありです結構実況に引っ張られた見方になるのが嫌で音は最小で見てますよなるほど俺が M1 の審査員のコメント全部飛ばすみたいなまあそうかもしれないですね全部早送りしちゃうんですよね点数から何からあずさがそういう見方をしてるのと同じかもしれないですね自分なりの見方ないいってうがなるほどなるほど えー、ラジオネーム生姜のつむぎジルのざわなさん私がサッカーのここが面白いなという時は審判に注目している時です審判は選手がプレーをしている中に入って判定していきますがたまに審判の股をすり抜けたり足にぶつかってボールが戻ってきたりと審判のいる位置が勝負を左右する時があります実際に審判にぶつかっていなければ優勢劣勢は変わっていたという試合も過去にあり 運や技術の他に、審判のいる場所も味方につかせることができるかどうかというところが個人的に面白いです。えー、えー、ぶつかることとかあるんですか。か審判を使う。チームがあるってこと。いや,いやいやいや、わざと狙っちゃだめ。審判のそこにいちゃったっていう。あら、あ、こっちいきたごめんなさい。っていうのが、がんってぶつかったみたいなことじゃないです。かねでも、まあ、しょうがないよね、審判の人はフィールドの中にいないと。今のところできない。そう,そうですね。 まあたまに審判のこうパスコースに入っちゃったりとかもありますし、まあ上手い人はそれをこうまの間でスーッと抜けたりとかするんでしょうけどね。当てちゃダメなんです。当ててもね石と同じ石扱いですよ。だから石があると思ってその石を使う戦術はダメや。バウンドしてきたとバウンドして、ありはビリヤード的に使うっていうすごい逆つけるでしょ。そこまで計算してたら。 裏はつけるかもしれない。いそんなこすい選手にはなりたくない。<laughs> なんか、せっかく代表で選ばれてんの、あいついつも審判当ててパスを。トリッキーなパス出すよねっていう選手にはなりたくない。まあ、トリックスターは面白いですけどね。面白いですけどね。横浜市パンチラ夢工房さんです。うん、サッカー、ここが面白いといえば、それはファールに関する演技です。うん、いかにファールを取るか、いかにファールを取られないようにするか、うん、サッカーには。 シミュレーションという演技のしすぎによる反則もあるくらいですから、痛がる演技、わざと転ぶ演技、ユニフォームを引っ張っておいてそちらの顔をする演技など、一流トバル選手は技術やスピードにプラスして演技が上手なんですよね。<laughs> なるほど。<ー>あの大きなねジェスチャーとともに、ねうん、痛いってやってるけど当たってねえじゃないかみたいな結構ありますもんね。そうね。こ、うん、れやりやりすぎてもダメなんですね。中や,やりすぎても、まあ、<や>特にボール前とかだと。 ゴール前で p k も,もらおうとしたみたいなのをやっちゃうと<ー>シ,シミュレーションっていう演技が過ぎるってそれ、うんね、<laughs> 大変だよねそれを瞬時に審判がジャッジしなきゃいけないって、ねそ,ねまあ、それもあって最近あのビデオアシスタントで<ー>、はい、ゴールに関わるやつはそれをこうなるほどしてより不正がないように間違いがないように確認してるっていう。 引っかかってないじゃないかとか、うん、痛いわけないだろうとかはい、はい、PK って出てたんだけどビデオアシスタントデフィリーで、うん、逆にその選手がイエローカードみたいなん、ね、はず <laughs> それははずいな <laughs>、うん、でもまあそ,そこも含めてサッカーなんですよね、うん、まあちょっと見方がだいぶ変わりますね、うん、面白いですよ、うんうん 部活以上になります今話題のニュースを法律の観点から島田弁護士が解説するコーナーですではそなちゃんお願いしますスクエニの元社員イン,サーダーインサイダー取引容疑で逮捕<ん>未興業のスマートフォン向けゲームの開発情報をもとにインサイダー取引をしたとして東京地検特捜部はゲームソフト大手スクエア・エニックスの元社員を金融商品取引法違反容疑で逮捕しました 逮捕容疑は2020年1月下旬、スクエア・エニックスとゲーム制作会社、エイミングが共同開発していた新作ゲーム、ドラゴンクエストタクトが配信開始を見込める段階になったことなどを知り、この情報が公表される前に、エイミング株合わせて1万株をおよそ280万円で買い付けたとしていますうんこのニュースでよく聞く、このインサイダー取引って、島田さん、どういったものを指すんでしょうか。 えとま、株の話が多いんですけど、うん、会社の情報内部の情報が分かる関係者の方だったりが、うん、その株が上がりそうだなとか下がりそうだなっていうようなことに関わる重要な事実を他の人に公表されるよりも前に知っていて、うんでまあ、知ってる分にはもちろん仕事なんでいいんですけど。うん その公表されるよりも前に自分が儲けるために株を買ってしまうとか、うん、あるいは下がりそうだなっていう時にあらかじめ下がる前に売ってしまうとかうん、うん、あそういう取引をインサイダー取引というふうに言ってますこれ、公開株ですすよねねそうです、ね、上場されている株が前提になりますね。うんうん でじゃあなんでこれ、だめなんだろうとお、まあ、当然、社員なんだから知ってたらあその情報を持ってちょっと儲けたりしたいとは思うんですけど、うん、あの株って何をしているかっていうと上場会社が自分たちがこう新しいことをやったりするために市場からお金を集めるために株をこう公開して、うん、いい会社だったらみんながその株が欲しいからどんどん株価が上がっていってちょっと悪いことがあれば株価が下がっていってっていう仕組みになってるんですね。 ねうん、でまあ そのみんなでやりましょうっていう市場なのに、うん、一部の人がみんなの知らない情報を使ってこっそり儲けたりとか、うん、損を回避したりとかしているとえだったらもうそんなところにお金出さないよということでみんな投資をしなくなってしまう株なんかもうやらないよっていうことになってしまうと、うん、そ,のそこでお金を集めようとしている企業自体も困ってしまうんですね。なな、うん、なので、まあ、あのそういうういい不公平なことが起きないように 実際に未公表の事実を使ってこっそり株買ったり儲けたりとかはしてはいけませんよということが定められていますで罰則っていうのが結構重くて5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金で法人だと5億円以下とか。 うん、これに加えてあの儲けた分についてあるいは損を回避した額についてはここに戻してくださいねっていうような情報も決まってますね。うんこんだけこう、なんていうんですかそれインサイダーって分かってたでしょってすぐにばれそうなもんなのに、うん、やってしまうのがやっぱ数として多いんですか 年間、結構その内部告発であるとか、うん、あと、日本証券取引所でもインサイダー取引みたいなのが行われてないか変な株の動きがないかっていうのを日々監視していて、うん、でこれ、おかしいなと思ったらすべて証券取引等監視委員会というところに報告しているので、うんまあ、こっそりちょっとぐらいならばれないだろうとかいう考えは捨てた方がいいですし、うん 調べてたら本当数万円ぐらいの儲けなのに課徴、うん、金を課されていたりするとかそういうケースも実際にあるみたいですで悪気なくあ知ってるからじゃあ買っちゃおうとか友達に教えてあげようとか、うん、あいうことを考えてしまうかもしれないんですけど、うん、これ教えられて買っちゃった人も罪に問われることになってきますし、ね。うんうん 自分から聞き出したわけじゃないのにそうですねとかこう上がるよとか言ってなくても、うん、買っといた方がいいんじゃないみたいな勧め方をしても罪に問われるものなので、うん、まああのー、自分の会社の情報だから何でも喋っていいとかあいうことではないのでそこは気をつけて対応しなきゃいけないですねなるほど、ね、皆さんも気をつけてください。はい、はい、さあこのコーナー取り上げてほしいニュースを募集中です以上今週のニュースもう一本でした 田村敦史のニュースクラブそろそろお別れの時間となりました来週は憲法学者の木村聡太さんとテレビ東京報道局記者の豊島新作さんをお迎えしてウクライナ戦争は世界をどう変えたかというテーマでお話を伺いたいと思います、えー、ツイッターメールありがとうございましたこちらヒロー M さん、えー、コスタリカに負けた時はどうなる のか、ドキドキものでしたが、スペインに勝って、グループ首位で決勝トーナメントに進むことが決まってから。ラモスさんを迎えることができて、良かったですね。番組関係者の皆さんが一番ホッとされている。そうでしょうね。ねちょっとヒヤヒヤしてましたよね。ドイツに勝った後、来週大丈夫かなっていう話題、一回出ましたよ。話題は確かに <laughs>、うん。俺も負けた状態でラモスさん、を迎えして。 怒ってるランモスさんをただ斜めるだけのね <laughs> 放送はしたくなかったですから <laughs>、うん、よかったですよね,よた,すねただ悔やまれるなバンテリンを言わせない <laughs> <laughs> でまあ一緒に親指立てて写真撮れましたからそう,そうですね、うん、こっちにはバンテリンあるよっていう<笑><笑>えー、豚さん淳 <laughs> さんサッカーえどんなんだったっけ そんなそんな強い口調でしたっけ？すげえ怒ってる CM だなっていうのは覚えてるんですよね。<laughs> ー私マサオ J リーグカレーよしか覚えてない。あ<ー>あー、子供がラモスさんに変わ変身するやつね。いやバーテンにあるよな <laughs> イメージ強いけどな。<laughs> <laughs> ええー、ブタさん、阿久さんサッカーわからんって言ってたけどここまで深い話を聞くと面白くなりますね。そうですね皆さんとね一緒に今日のラモスさんの話を受けて。 えー、コスタリカ戦、いや、違えてウクル、えっと、クロアチア戦、クロアチア戦 <laughs>。ぜひみんなでね、応援できたらなと思います、えー。田村淳のニュースクラブ、今週はここまでです。また来週。さよなら。